ありがとうございます。本当にまたヒロキ監督の新作をオープニングで上映させていただいて誇らしい本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも聞きたいことあると思うので私から最初の質問だけさせていただきます。これいつの話なのか、いつでもいいのかもしれないんですけど、これがね、一つのヒロキさんのトリック、もちろん意図的な素晴らしさだなと思いますけど、北朝鮮のです、写真の2枚はキム・イルソンとキム・ジョンイルさんでしょうね。 でもビデオレコーダー、今度南の方行った時に、最近の2016年2月16日ってなってるんですよね。で、2月16日ってキム・ジョンイルさんの誕生日とか、なんかきっとすごいいろんな、もう全部ヒドクトリックがもう入り込んでる偶話なのかファンタジーなのかと思いましたけど、そこのあたりからちょっと教えていただけますでしょうか。まずはこのように憂鬱な笑顔を見せてしまいまして申し訳なく思っています。그러나이것이바로현재남북한의현실입니다。でもこれが現在の南北の現実です。여기는이제일본분들이지만지금한국과북한의관계는이렇게そしてここにいらっしゃるのは日本の皆さんが大部分だと思うんですけれども、韓国と北朝鮮はどちらがより悪い、どちらがよりいいという、そのいい国悪い国ということをもう武器にしてお互いがお互いを疑っているような、そんな現実があります。そして映画に出てきた漁師のような人がいる場合に、お互いがまるでその一人の人を網にかけて、そしてその人物は網にかかった魚のように非常に残酷に扱われるという現実があります。そして今の林さんのご質問に対する答えなんですけれども、この映画は特にこの時代を設定しているという、その正確な時代はないんですね。キム・イルソン、それからキム・ジョンウン、キム・ジョンウンのこの3人の時期を一つにしたような時代だと思っていただければいいかと思います。ある意味韓国と北朝鮮が戦争によって今分かれてしまったわけなんですが、それ以降の時間を圧縮して表現しているというふうに捉えられると思います。なので正確な時期というのはないんですね。ありがとうございます。単純な質問なんですけれども、近年監督は南北分断っていうのが入っているテーマの映画はご自分が脚本書かれたりとかしても、監督は若い監督に任せられていたということがあったと思うんですけれども、この作品でまたご自身で撮られるようになったという、契機とかお考えとか、ちょっとそのあたり教えてください。예아마말씀하시는영화가군산계무플분가족그두영화가이제제가제작을했고제가작품을썼죠이그물도제가작품을쓰고이제이것은제가연출을이제했습니다。多分今おっしゃってくださった作品というのは分散系だったりレッドファミリーという作品だと思います。こちらは私が制作をして脚本を書いたものなんですね。そして今回のザネット網にとらわれた男は脚本を書いて自ら演出もしています。で、以前もその作品、私が監督をしなかった作品はもう少しこう愉快な要素が入っているようなところがあったんですけれども、今回の作品は本格的にとてもシリアスにアプローチしてみたいという思いがありました。そしてそのようなことで演出をすることになったんですが、今韓国には2つの大きな問題があります。1つは北朝鮮の核の問題、それからサードの配置の問題があるんですね。これをめぐって今さまざまな論争が起きていて、いろいろな意見が行き交っています。そういうところからもどの時代よりも今この南北は緊張関係が非常に
も高まっていて危険な状態になるというふうに考えていました。そういうことで、それを映画にしたいという思いで自ら今回は演出をすることになりました。毎回あの針の最先端のようなペドル の芸術家が描くべきペドルですね。とても厳しい痛いペドルを見事に描き切ってくださるんですけれども、私は毎回見るたびにあの義徳監督のすごく深い愛しかもう感じないんです。あの自分の生きてきた人生を覆すくらいの愛しか感じないんです。全ての作品拝見してますけれども、今回もとても厳しい部分をあえて知る必要が私たち日本人はあると思いますので、あのそこを見事書き切る監督がそうそういらっしゃいません。ですからすごく立派な愛情深い方だと思ってます。世界のあなた様の毎回描写される芸術を背中を押され勇気を持たされ愛情深く生きようとついていこうと思っているあなた様に愛を感じている者たちに何か一言勇気ある言葉をいただけたらありがたいです。ありがとうございます。예그제영화가인간에대한사랑애정이것을이제깔고있다고하시는말씀에저도그렇게그런마음으로이영화를만들었습니다今あの私の映画について人間に対する人に対する愛や愛情があるというふうに言ってくださったと思うんですけれども、私自身もそういう気持ちで映画を作らなければいけないと思って映画を作っています。でも今質問してくださった方も私の作品を愛情と深い愛を持って見てくださっていると思いますので、心から深く感謝したいと思います。ありがとうございます。제가지금영화를만든지한20년정도됐는데요私は映画を作り始めてから20年ぐらいになるんですけれども、常に私はなぜ映画を作っているのか、その理由や目的について常に考えています。で、私の映画をご覧になるととても残酷な残忍なシーンだったり暴力的なシーンだったり、本当に見ているのが辛いと思われるようなそんなシーンがたくさんあると思います。그러면이제저렇게제영화를보는그런잔인하고폭력적인장면그이면에でも残酷なシーンだったり暴力的なシーンがあるんですけれども、その裏には私が語りたいと思っている伝えたいと思っている真実があるわけなんですね。それを見つけてくださいまして本当にありがとうございます。제가영화를만드는목적은인류의안전인간의안전그것이아닐까하는그렇게생각합니다다만영화를만드는방법이そして私が映画を作る目的なんですけれども、人類の安全そして人間の安全を願いたい考えたいと思って映画を作っていると思います。ただしその方法というのは先ほど挙げたように残忍なシーンだったり暴力的なシーン悲しいシーンを通してになるわけなんですね。そういったシーンを通して私は人類や人間の安全を伝えたいと表現したいというふうに思っています。人間や人類はより安全になるべきだということをそういったシーンを通してメッセージとして皆さんに伝えたいので、そのような表現を借りてくることになります。그물은한바디안전더나가서아시아의안전그것을제가말하고싶어서만든영화입니다그리고제가재작년에그후쿠시마원전얘기도영화를만드는데그것은そしてこのザネット網にとらわれた男は朝鮮半島の話、アジアの話になるんですけれども、ひいてはその朝鮮半島とアジアの安全を伝えたいというそんな思いで作りました。でさらに私はおととい福島の原発をテーマにした映画を撮ったんですけれども、その原発の恐怖というのはやはり私にも迫ってくるものがありますので、そういった危険や恐怖というものを通して人類の安全を伝えたいと思いました。ありがとうございます。ストップ楽しみにしてます。日本公開を祝っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私がぜひお伺いしたかったのは、もう韓国の取り調べを担当する人の
肉々しい憎悪に満ちた演技がすごく印象に残ったんですね。取り調べとは直接結ばないと思うんですけど、あの飴を噛んでるところとかがすごく珍しくて印象的で、すごく記憶に残りました。監督はもうこの点とかどういうふうに特別に演技指導とか演出とかなさいましたか？먼저이제그캐릭터가굉장히그얄미있고뭔가조금폭력적인그부분이있는것을저도잘이해했습니다。まず今挙げてくださったキャラクターなんですけれども、ちょっと見ていて憎たらしいなと思えたり暴力的なところがあったりするキャラクターなんですが、そのキャラクターについても私は理解ができるんですね。でそれだけではなくて北朝鮮の護衛部の要因も出てきますけれども、彼に対しても私は理解ができます。そういった人たちというのは私たちの歴史や過去が作り出した人物だと私は思っているからなんですね。そして誰でも現実にいそうな人だというふうに思いますので、十分理解した上で表現をしました。그배우는여러분들이아마작년에일본에서개봉한1대1라는영화에서혹시1인8역으로굉장히훌륭한연기를하신분인데한번보셨을수도있는데그배우는정말제가아주옛날에수치불멸의영화의주인공도했었고그배우는제개인적으로굉장히믿을수있는배우고 Tokyo Borderless TV